今日はですね、非常に重要なしかもショッキングな話を、するのですが、まあ、一応今日14日に、たったさっきですけれども、衆議院の解散があったと。で7条解散ですと。それについてどっか一社でも、まあ、テレビはまあ多分もうほぼ全滅かもしれないけど、新聞でこれの7条解散についてわずかでもそういう、まあ、議論があるんだと、民主主義の国としておかしいんだってことを一行でも言及するところがあるかどうかはぜひ見ていただきたいですよね。日本のメディアにはしかしそういう教養はない。困りましたね。まあ、じゃあそっちのメディアはダメでもこっちのメディアからぜひそれを吸収してですね、というのは今日いろんな問題出ますけど、最後の最後やっぱりメディアの問題出るんですよ、ね。まあ、今日ショッキングですよ。まあ、日本はすでに終わっているヒデブって話なんですよ。その終わってるっていうのが具体的にどういうふうにツケが回ってくるかのかなり具体例がかなり身近なところで分かる事例ですよ ね。今回の場合はね、今回の選挙でほとんどそれも争点になってないということも含めてですね、ぜひ見ていただければいいなというふうに思います。菅政権になった時には一時的にそのエネルギー政策ではことエネルギー政策に関しては、はい、まあ、政権の政治スタイルとしてはもう安倍政権のまんまだけど、はいはい、まあ、河野さんが入ってきて、で菅さんもまあ何を思ってたかよくわからないけど、一応まあデジタルとカーボンだけはなぜか思い入れなくなってきてわからないけど、まあ河野さんにやらしたと。そうです、で河野さんがまあ結構やりたい放題やって、はい、政治構図でいうとまさにね、あれ大阪城の真田丸だったんですよ、うん、あそこにちょこんと出てきて、うん、中はぐちゃぐちゃだったけど、うん、そこに、うん、真田部隊がいて、で河野さんがいて、うん、あとタスクフォースとか昔の核燃料サイクルを、うんうん、経産省の中で潰そうとした人が事務局長でもう一回戻ってき て、そこだけですね、とにかく再エネ進めようという部隊が小泉さんとかもいて、でそれがもう見事に今回切り離されたと。エネルギー分野の人から見るのはちょっとありえないことが起きてるんですね、あそこだけね、今までの歴史の中で言えばね。そこまで突っ込んだことは今までなかったですね。なかった。だから岸田さんになって、はい、うん、政治体質的には結局は安倍さんを引き継ぎつつ、なおかつまた経産省が戻ってきちゃったと、はい、戻ってきましたね。で河野さんはもう完全に外されたと。外されただから、はい、わずかに良かったかもしれない真田丸もなくなっちゃったと、はい、岸田さんたちが喋ったことは明らかにさっき言った経産省の人たちが下で下書きしてるわけですよね。で、それは本当にひどいなと思ったのはですね、核燃料サイクルをしたら、10万年かかる核のゴミが軽水炉リサイクルで8000年になって、うん、さらに、もうちょっとさらに長寿命を殺したら300年でできるんだ、うん、だから岸田さん一生懸命300年とか言っててですね、うん、もう完全にフェイクニュースなんですが、うん、じゃあこのフェイクニュースでどこから来たんだろうって見たら、うん、経産省のサイトに堂々と書いてあるんですね。でそれはですね、さらに元々原子力学会とか一応書いてるんだけど、それは非常に難易度が高いっていうか、実際には絶対実現不可能な技術をたらればを重ねてようやくできるというか、多分絶対できない技術なんですが、しかもコストはもう天文学的なコストがかかる。でそれが経産省行くとその条件が全部消えて、ちゃんとサイクルしたら300年で普通にできるようになるんで、それをそのまま言ってですね、今日はまあメインのテーマは再エネなんですけれどもね、今回まあまずこんなことは言っています。もだった2つの政党という意味で、エネルギー基本計画って政府の方には一応この数字入ってるんですけど、自民党のやつは数字が入ってなかったので、立憲民主党は昨日出したんですけども、一応数字としてはこういうのを50年までに 100% にすると。再エネは、まあ、自民党は書いてないんでしょうけど、経産省が、はい、政府の、計画ですよね、はい、まあ、自民党政権ですから、まあ、これがってことで考えていいと思うんですけど、一応36から38と、ね、まあ、昔に比べるとずいぶん上がってきた。そうですね、これでもね、これでもね、はい、うん、はい、上がってきたことと、あとまあこの基本計画、まあ、最終的に閣議決定までにひょっとしてちょっと変わるかもしれませんが、うん、それこそさっきの真田丸の、うん、この太郎さんとか小泉さん頑張って、少なくとも新増設っていう言葉を外したことと、うん、あと原発依存度提言か、その2つを入れたのはまあ彼らの功績という。あと実はもう見えない壁がいっぱいあって、壁がすごいんですね。私が一番危惧しているのは、今のこの第2次第3次安倍菅政権、第2次、経産省政権の下ではですね、うんうん、この36から38もかなり厳しいなと。
結果として46も難しいということに、まあ、なるけど、その時はもう岸田政権じゃないので多分彼らは知ったことじゃないと、うん、まあ、2030年の知ったことじゃないんですよね、うん、再エネってもう太陽光プラス風力、風力、はい、で世界のシナリオもですね、2050年に7割が太陽光、2割が風力、残り1割が他の再エネっていうほど、実は太陽光と風力、太陽光と風力ということで、とりわけ太陽光なんです、はい、でプラスそこに今蓄電池が入ってきてるんです、うんうんうん、この3つがゲームチェンジャーなわけです、はい、で日本を除くほとんどの先進国および途上国で太陽光はもう今一番安いエネルギー源になってます、はい、しかもですねこの先もどんどん安くなっていくんですよ、うん、技術学習コンピューターと同じ技術学習効果ですから、他の国は5倍とか7倍と増やそうとして一番安い太陽光ですね、日本は1割ぐらいしか増えないっていう、で他に手段ないんですよ、あと風力ぐらいしか、もうちょっと長いスパンで歴史的に見ると化石燃料のコストがですね、石油ショックとかリーマンショックとかで上がったり下がったりしているところに空から隕石が落ちてくるペースで太陽光が下がり、今そこに蓄電池が、蓄電池もこの10年で10分の1下がってきてるんですよ。古い独占化石および原発エネルギー市場が空から降り注ぐ太陽光によってですね、うん、そして台風力と蓄電池によって今完全にもうぶち壊されようとしてるんですね、うん、これは国際的な、はい、国際的なアメリカの数字ですね、幅があるんですけどね、そのどれもね 8.2 から 11.8 でもいずれにしてももう火力やそれよりも2030年には間違いなく安くなって、資源エネルギー市場でさえ認めているわけじゃないですか、はい、建設が遅れれば遅れるほど得になっちゃう、安いもの安く作れて、買い取り価格は認定された時の買い取り価格でいけると、はい、でしかも最初の制度設計あまりにも雑だったので、うんうん、もう誰でも好きなところに土地を持っている人の許可をも得ず、それからいろんな森林法とかの許可も勝手に、うん、登録できたんです。登録だけしちゃったと。でそのこの最初の3年間特に2年度目が一番ひどかったんですけど、うん、全部この時に、ね、鉛筆舐めて登録したやつなんですよ。でそれはその価格が維持されなかったらあんな山を壊すコストなんか出ないので、うん、作る時のコストに価格に変えればですね、そんな山では絶対できないです、うん、しそれからちゃんと許可をもらいなさいってことを事前にやっとけばですね、そもそもそんな乱暴なところでできないですよね、うんうんうん、でフィットっていろいろイタリアとかですねスペインとか途中いろんな失敗があったんですよ、うんうんうん、でところが経産省って2年で1回コロコロ変わるもんですから、そういうグローバルな専門家の地から切り離されて、で私とかつながってる他にも何人か数少ない専門家いるんですけど、そういう人はですね入れてもらえないんですよ、国の制度設計にはですね。だから結局そこの失敗が結局じゃあ価格が高いと自然破壊を起こして結局太陽光を地域の人が反対するって問題になったし、それから価格が高いやつがそのまま国民のコストに転嫁されるので、消費者はその高い費用をこう負担させられるとかですね、最初の制度設計の失敗は結局経産省はそれはいまだにそうですけど、世界の政策コミュニティの知識から完全に隔離されていると、その周辺の御用学者も含めてですね、そこがまあ、経産省だけじゃないですけど他の省庁もコロナもそうですけど、うん、やっぱり日本の霞が関のも本当に深刻な問題だと思うんです、ね、だからまあ、ここ1年ぐらい電気自動車の話がこう、はい、だんだんメディアを賑わしてきてましたね、はい、で一方で化石車いわゆるガソリンディーゼル車っていうのが、うん、一時期は1億台近く売れたのが今急速に落ちていると、うんはい、実はコロナが始まる前からこう下落が始まっていると、うんはい、で先月すごい衝撃的なデータがノルウェーの雑誌に出ていてですね、で2017年からの、毎月の ガソリンディーゼル車、特にノルウェーはディーゼルが人気があるんですけど、がどんどん落ち込んで、このままいくと来年の春にはですね化石燃料車が販売ゼロになるかもしれない。来年ってもう半年後になるでしょ。あと半年後にはこれは新車販売に占める EV 新車でね、はい、で中国が赤ですね。中国は一気に来て、中国はもうそこまで行ってるんだ。イギリスも結構高くて、イギリスは確か9月単月で見ると、うんうん、ついに、うん、EV が化石車を上回ったと言ってましたね。1ヶ月見ると、うん、で、アメリカはまだちょっと遅れてるんですが、日本はですね、うん、ようやく 1% と変じゃないですか、まだ日本が。で、でこれでですね、
あの日本だけ、私はそのオリンピックの時にあのフィルターバブルっていうあのまあコロナに関するフィルターバブルって話がありましたけど、情報に関するトヨタフィルターバブルが日本にはあって、で日本はですね EV 比率30何パーセントか言ってるんですよ。えっと思ったらですね、世界では入れてないハイブリッドも入れてズルしてるわけです。普通のハイブリッドね、タラ軍じゃなくてね、 EV レースで完全に遅れてるのがまず第一ですね。ちょっと伊藤さん確認しておくけど、ここで言う EV レースっていうのは EVEV って言ってるけど、基本的にはテスラという認識でいいんですね。あ、その話をこの後しますけど、あの90年代はまあマイクロソフトが世界を変えて、2000年代は Google が変えて、それ2007年からは iPhone が世界を変えて、そして今はテスラがこれから世界を変える。これもう間違いないですね。日本がそれで考えると本当にやばいですけど、そうですね、最後のなんか一本足打法の、まあ、半導体が潰れ、家電が潰れ、もう全部ボロボロになる中で、最後残った自動車産業がいよいよもう不全の友達火で、なんか経産省が2035年であの電動化とか言いかけたら、トヨタがいやそれはとか何とか言ってたけど、年でもそんなな、でも実際には多分そんな長くはないですよね。でもあと5年ぐらいで一気に変わりそうと、2025、6年には一気に変わると、あくまで電気自動車ですから、発電をしなきゃいけないわけですよね、で結局最初の話に戻っちゃいますけど、じゃあ何で発電するんだっていう問題で、世界がもう EV 化していて再エネで作ってる時に、日本ではあの石炭火力とか残して、原発を残した電気力を作って、まあ一部 EV で、まあ石油の値段もだからすごく上がってしまう可能性も、日本はね、いわゆるコングロマリットって言われるのと違うね、もたれ合いのある種の同胞感情みたいなのがある。例えばね、あのトヨタで言えば EV 基本を EV 化するっていうことが、地域巨大独占電力会社の系統線、これは少なくとももう使わないっていうことなんですよね。そういうことですね。なのでトヨタがもしそれを EV 化を宣言すると、日本のエネルギー供給体制に対する挑戦を意味しちゃうっていうことがある。で、トヨタ社長は雇用のこと言ってるでしょ。で、僕はそれ見ながらこうやってごまかしやがって、そうじゃねえだろうとでその要するにあの巨大権益、これだけをただ維持しようとするね、そういう地域がの放送界にもね、そのブロードキャスティング放送の世界にもあるし、電力の世界にもあるし、まあ、いろんな世界にあるんですよ。大きな産業で、全てが同じ構造なので、みんなねお互いを批判しない。だからジモさんがおっしゃるように、ね、垂直統合ってマスメディアのまさに、まあ、形そのものだから、エネルギー供給体制についてもそれを批判できないし。